韓国石油公社が背取り韓国の朝鮮日報によりますと、韓国の石油公社が筆頭株主となっているオイルハブコリアが、2017年から2018年に北朝鮮に対して、せどりを行っていたことが明らかになりました。当時、韓国政府が、国連の対北朝鮮制裁に違反しないように注意をしろと、韓国の海運業界に対し、 警告をしていた時期にあたっておりこの韓国籍遺行者が韓国政府の指示を受けて北朝鮮に対し背取りを行っていたんじゃないかと疑われております日本政府にはこういった韓国政府による北朝鮮支援についてしっかりと調査を行っていただきこれ以上韓国政府が北朝鮮を支援しないように 監視を徹底していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。